漢字は、この漢字で軽トラニコニコハウス、これから3号機制作始めます。これ1号機ね。今回はパネル方式で、この床壁、という感じでね、前回みたいにね、柱を立てて順番に柱を立てていくという感じじゃなくて、ちょっとパネル起こし方式でやっています。ちょっとね、床がね、ちょっとこれコンパネ貼ってるんですけどね、計測重量21キロ、コンパネ1枚がねこれ 4.5 キロぐらいあるんでね、まあ、コンパネの重量が結構約2枚分、それだけでね8キロ9キロぐらいかな、側が10キロぐらいの感じでしょうかね。とにかく1ブロック20キロ計算になりますでしょうか。今現在この横のパネルはですね4キロぐらいなんでね、これにまた貼っていきますんでね、それでまた重量増えていきますので、個別にねそれぞれちょっと重量計算、測りながらねしていきたいと思います。大まかな感じ、こんな感じで、骨組みの方はほぼまだね筋交い入れたりごぞごぞね、残ってますけど、ちょっと材料の方ネタ切れなんで、だいたいこんな感じでございます。いいんじゃない。その隙間はね、そこ下駄箱ちょっと、こしらえて、こんな感じです。とりあえず予定通り進行してます。